これ僕らみんな記念日には3号植えようっつってみんな僕らを知ってくれた人が、なるほどなるほど、あ、僕らもサポートできるっていう、要は一株誕生記念とか子供が生まれた記念とかっていうのに僕らが産後を植えて、そういう植樹的な証明書を発行して、それでなんとか頑張って、え、僕それやりたいんですか、ぜひぜひ、あとで、あ、これがいただけると、そうそう、感謝状、あ、この沖縄の形なんですね、うん、金城亀吉様、あ、そうだね、亀吉さんっていうわけじゃないですよね、違う違う、こうです、これ多分うちのスタッフが見本で作っただけ、へえー、あ、ぜひ、あ、ちょっと後ほどそんな話もさせていただいて、うん、はい、これ皆さんサポートできるっていうのは素敵なことですね、地球のために、僕らのために、僕らの子供のために、そういうのも、あれやっぱり、あ、じゃあこれが、そう、あれですか、あ、これサポートしている、いや、これは要は僕の施設を運営するのは、うん、結局こういう設備って、うん、水族館みたいにお金かかっちゃう、はい、大量、うん、でしょうね、これは個人ではやっぱり賄えなくて、うんうん、うちの施設のコーラルサポーターっていう人たちを募って、これサポーターの皆さん、なるほどなるほど、あ、だから水沢さんとこの相模さんとか、相模さんとかみんな、これ今気づいたらルイードの名前も入ってるんですけどね、うちの弟の、ああ、そうなんだ、レゲエ DJ、 はい、うちの三男の、あ、そうなんだね、はい、あれ悔しいですね、僕が先かなと思ったけど、ルイより先を越されてた、みんなに一口3万5千円でこのプレート一つを年間サポーターで払ってもらって、それでこっちらも維持費用を、あ、うん、ってことはあれですか、この大きいのはもっとサポートしてる方、うそうそう、3口払ってくれた人はもう、あ、3個分、3個分と、なるほど、だからこれは僕ぜひ入りたいな、ぜひぜひ、あ、で、あれがもっと大きいと、まあ、あれはもう企業さんの10口で35万出してくれた人、あれ1個空いてるじゃないですか、空いてますよ、ちょっと僕そこ、あそこ入りたいんですけど、ぜひぜひぜひ、ルイードを超えないと、俺は映画やってくれたあそこ空いてるんですか、空いてる、いいですか、ぜひぜひぜひ、マジっすか、マジっす、35万で大、もう大応援、マジっすか、はい、ありがとうございます、3号だけ年間スペシャルサポートメンバーズに、はい、じゃあ入りました、はい、ぜひお願いします、ありがとうございます、素晴らしい、イエーイ、嬉しい、ありがたい、もちろん相模さんも入ってるし、あ、岡村さんも、そうそう、それはこれはだから僕がやってることに共感して、うん、ここを大切に思ってくれる人たちがみんな声を応援してくれて、うん、そういうんでなんとか頑張って運営してる、なんかワンちゃんが来ました、番犬、あ、番犬がいるんですかね、襲われんのかな、じゃあぜひ僕もここに並ばせていただけたら、こちらこそ、マジですか、嬉しいです、その辺のじゃあ細かい手続きの話は後ほどということで、はいはい、じゃあぜひ、はい、いやーでも本当ね、これはお金かかるし、なんていうか情熱とその未来と現実のお金との話のなんかこうバランスというか、うん、そこの取っていくのが大変ですよね、はい、変だけど、まあ、20年以上やってこれたし、なんとか諦めなかったらできてきたから、うん、そこが一番大事なんですね、でまたこういうサポーターの人が結構増えてくれたり、うん、またうちの施設はなぜだか知んないけど
闘病中の人とか、ん闘病中とか、そういう人が願掛けに来てくれるのがとても多いよ。だから今回こういうふうに施設をリニューアルして頑張って作ったのも、うん、あの手足不自由な人とかも結構来るのが多くて、うん、でそういう人たちみんながなんか僕が頑張ってるのを見て自分も頑張るみたいな人が多いから、うん、死ぬまでやめれないなと思ってるんで、太陽じゃないですか。そういうふうにこっちもなんかよくしたんで、ぜひサポーター喜んで、はい、任せてください。皆さんも興味があったら沖縄にいらしてください。読谷のサンゴ畑、素敵な場所です。デートにもいいんじゃないですか。お子さん連れでもいいんじゃないですか。素敵な場所です。金城さん本当今日はありがとうございました。はい、頑張ってください。はい、お会いします。はい、ありがとうございます。じゃんと思いきや、ああ、餌あげする？あ、いいですか？何に餌あげる？一応は夜までやったことないから、うん、昼間は餌あげたらなかなかバーってくるんだけど、うん、夜まあまあ寝てるわけ。はあはあはあ。だけど寝た後にちょっと餌準備してっていうか、準備したからちょっとやってみる。じゃあ初の夜の夜、それなんか生活リズムを崩しちゃったりしないですか？わかんないけど持ってる？餌は？うん、やった。涼介おいで。夜餌あげやったことないよな。あ、ないです。わら、大丈夫なんですか。持ってってちょっと先に投げてみて。あ、かしこまりました。あ、はい、ありがとうございます。お腹いっぱいにならないぐらいで。はい、ちょうどいい感じで。食わなかったらちゃんちゃんだね。え、食わなかったらちゃんちゃんでいい。なるほど。何にあげるんですか餌を。カスミアジっていう魚。あ、アジ。沖縄でガーラって言うんだけどね。これもサンゴを飼育してる上では、うん、普通は肉食魚だからいらないっていう考え方、うん、僕もだったわけ、うん、でサンゴにとって役に立つ魚は小魚が多いわけ、うん、でうちの池で小魚たちを放してサンゴに飼ってたら、うん、小魚がサンゴの中に入らなくなってくる。敵がいないから。ああ、そしたらサンゴの中の病気とかが始まるようになったわけ。なるほど。そこでこのカスミアジっていうガーラを入れたら、ああ、また魚がサンゴの中に隠れるようになったわけ。だから面白い、肉食魚もちゃんと役に立ってるんだよね。面白い。バランスには。その食物連鎖の妙というか。食いに来るかな。ここですか。来る？いや、ちょっと来ないですね。爆睡中じゃない？爆睡。もう夜はもう寝るってなってんですね。ひろし、水沢さん。あ、こんにちは。昼間はもうブワーってみんな群れで来てくれるから。みたいダメか。夜食わないんだ。だから爆睡中みたい。これ。涼介、投げんでいいよ、投げんで、水にパチャパチャ音を立てて。来ないの？来ないか、昨日まで俺たちが入ってきた水を作ってたから警戒してしまう。すごいな、面白いな、だけです。でも優しい餌の食い方じゃないから、それを見せたかった。あ、そうなんですね。荒々しい。荒々しい。みんな驚く。昼前やればよかったね。ねえ、それやっとけばよかった。それは次の機会に楽しみに取っておきます。また来させてもらいます。はい、前回話したこと覚えててくれたからちょっと嬉しかった。僕これ3回目ですか。前話したことを、はい、内容をちゃんと覚えて覚えてます。結構衝撃だったんですよ。サンゴが死んだ後も地球の役に立ってるっていう。結構重要だから、僕らもね、そうありたいというか、あのよく、来た時よりも綺麗にして帰るっていう、この
僕らのよいいねって言われるとこあるじゃないですか、うんうん、あれをなんかこう人生のレベルで考えて、うん、僕らが生まれてきた時よりも帰る時によりいい星にするみたいなことがねできたらっていうのは思いますね。やっぱり僕さっきの軽石信号とかもそうだけど、うん、やっぱりアーティストが何かこういう部分で僕らサポートしてくれたりとか本当にありがたいなと思うから、うん、だからやっぱり悲しいことを広めるアーティストよりね、うん、その人見てるだけで福になるっていう人が増えたらいいなって、うん、そうありたいですね。そういう人がいっぱい関わってくれるおかげでアーティストが思ってる以上にアーティストが共感することが僕らの価値が上がったりするし、産業の価値が上がったりすると思う、うんうん、だから価値観をやっぱりみんなの価値観を上げていくことが今サンゴにとっては大事なこと。サンゴを大事とかサンゴって綺麗とかサンゴ可愛いとか何でもいいから、うんうん、この人にとってのサンゴの価値が上がれば、うんうん、残る方法が見つかるかもしれない。ぜひ僕らが本当にありがたいと思ってるんでこうサポートしたいと思うわけで、それをまた金城さんがありがとうって言ってくれるっていうその循環っていうのはもう素晴らしいことだと思います。ここ今はまだ作ったばっかりで、次に来る時までにはビッカビカに光るサンゴでいっぱいになってるぞ、そこになんか一助というかお手伝いできたらと思うんで、そのじゃ あの手続きを今させていただきます、はい。それでは皆さん、読谷のサンゴ畑、陸のサンゴ礁、サンゴ畑金城さんにぜひ会いに来てください。待ってます。僕はいないですけど金城さんが待ってます。ブレッド。